ントが難しすぎるんですよ。難しすぎ。大丈夫だな。今楽してるから、クズ風波動でなく、クズ風ヨガですね。波動だと足んない気がするんですよね。オロチナギって後半の部分ヨガだから。はい、こんばんはですもん。波動で、難しすぎる。お。はい、今日3人連続で良いですよ。僕はリピーターの方が苦手ですね。なるほど、簡易入力で。簡易入力ってないや。グラップルバーサスのこと、このゲームにはないぞ。消費も使ってこねえもんな。海外の人っぽい動き方が。ガーキャンも使ってこねえな。ガーキャンしろよ。早くガーキャンしろよ。6たす AB で。6たす。AB なの AC じゃなくて。前転出ちゃうよ。さすがに前転と被ってるか。なんだ。私もやってたんですけどね、根性入力いつしかやめちゃいましたね。ゲーセン行かなくなった頃かな。攻撃当たってても当たってる。何年か前ぐらい。手すりと管理の動きすごいですね。これはひらの切り身とはずかうなの。何やってくんのかなと思ったけど、単純にガーフでしたね。根性入力しても荒神で手を当てる。ああ、そうか、ジョンか。中堅草薙どうしよっかな。これダメダメな対戦になっちゃうじゃん。じゃあ草薙使いたかったけど、オリキョンにするか。ジョンはちょっとクソゲーになっちゃうから。ジョンはちょっとね。ああ、終わってきた。先方、ゲージありの練習するつもりだから。先方はちょっと、ゲージがないからね。サンドットで割んねえかな、これ。ガードさせたかったんだけど。浅い鬼焼き打ち。霞を使っていて、ジョン、裏ロマンの当たりが出てくるときついです。いや、でも霞できついっていうのは基本甘えになっちゃうから。頑張りましょう。霞ほどのキャラだから、まあ、こかされるときついんでしょうけどね。迷った。あ、
はい、私全然関係なかったので、ゴールデンウィーク平日は全然関係ない。アンデとか草薙もだ、誰おいしい変なの話したの、話したのにできない。かすみちゃんが派手な感嵐が大変なのがなかなか珍しい。あ、なんだ、激しい、すぐパナスな、無印みたいだな。無印はこれパナせないけど、あった、音符が違えたな。あ、かすみちゃんはアンディとか草薙、それでもアンディにはかすみが勝つんじゃないかな。やりにくいんだろうけどね。間違いなく押されてるから、ジョンがいなきゃ草薙連れてくんだけど、まあジョン連れてくるから、ちょっとジョンいなくなったらまた草薙連れてこ。オーダーセレクト、バイス、レオナバイスって大丈夫なんですか。え、すごいな、食らってもなんか上がる。一戦で抜けられるか、僕が苦しいか、むすみ一戦です。どうやら相手を利用したラッシュで圧迫するので、相手の普通がゲージがない専門になりますが、相手が得意ですね。それより、そもそも0人ではラッシュ弱キャラなのに選ぶって何でも難しいですね。弱キャラっていうのは多分認識間違いだと思いますけどね。使ってる人が少ないは合ってると思うんですけど、弱キャラっていうのは多分使ってる人いないから結構強いですよ。これサクツマクシで追いかけられるかな。コンボやっぱうまいな。でもハゲてるから好きです。ハゲてるから好き。嵐、さすがに中の中派ありますよ。まあ結構強いですか。でも先入観だけで使ってる人が少ないからって決めちゃうんですよ多分。あと使いづらいのは確かだからね。ガチ、今日はでもアンヘルもうやりづらいんだよな。幅広いですよね。後ろ前 B がしゃがみに当たるだけで、
なんだこいつ。あー、やめちった口。ちあー、やめちゃったな。もったいない。終わるところだった。結構嫌だったよ。 K ダッシュ側も結構やってないと、あのね、なんか香港のアンヘル上手い人には全然やられたよ。香港だかの台湾にもいた気がする。多分 K ダッシュ、ほとんどの K ダッシュは負けるんじゃないかな、日本の K ダッシュ。ハゲハス、ストリートファイターの剣のような感じです。理論上派最強だが実際には扱いにくい。あ、いなくなった。アインの式をちゃんとか 46B とかされそう。ここ太郎さんしかいないですもんね。強いな、やっぱ真のジャンプ動きは。13年ぶりに見た。何も出さねえな。あとこれなんとかできねえのかな。いや、そんなすげえ技ではないけど、下段が弱いからやっぱ舐められてるんだ多分。下段弱いからね。お、このキャラはもうすぐこれなの。はい、なんでパオ使いみんな親しいをするんだろう。もったいないよな。ガードしてりゃあんま崩されねえのに。こっち楽だよマジで。みんなジャパンすっから。なんかおたおたしてんな。早え、こいつも。まあこいつの場合霞と違ってしゃがめるんだろうけど、ジャンペの到達が早い。マックス超飛早いですからね、あれ。あ、そうだ、草薙連の汗した。まあいっか。で、中堅パオにも草薙なんかコンボしづらいから微妙なんだけど。
でも練習しておかないと。違う。ND で。よくわかんねえ。真空竜巻。触れるのが早くてね、その場合でもしゃがめるんですよね。向こう何辺のジャンペイ持続感もないから。押したんだけどな。ダメか。あんなだけとこから出しやがるのか同じパオだな俺強パン前あそこでも入んねんか。そんな遠くなかったと思うけどな。しかも立ちくらいやったのに、しゃがみならともかく。おい、やったー。腹弱すぎた。しばらくはこんなになっちまったわ。最弱キャラ。なかなかやる。これのせいで上から3番が怪しい。そう、これのせいでね。せっかく最強キャラが急に最弱キャラになっちゃったよ。なんてこった。できない。やめよう、ガフは。
この技用。まさかこの俺が足を引っ張ることになるとはなとか言ってそう。おぼろ車くん。あれ今日ロゼッタさん。あ、いらないか。相変わらずこの人もなんか自分の勝利画面飛ばさないぜっぽいな。全然マジか。ウブブスでついてんな。あそこで全然かい。おっ、しゃがんでんぞ。厳しく行くぞ。には原宿という場所があって、そこには嵐もシルヴィーもいる可能性があります。何やろシルヴィー。あー、下手くそ。見逃した。ドストライクを見逃した。あれはダメだな、見逃し三振だわ。おぼろ車最強。あ、トイチこいつ出してくれたら続けなきゃダメだ。こっちの勝ちポーズ、勝ち画面すぐ飛ばされたわ。倍か。ドンドル倍か。メーテナの処理がある。ぜひ家族に見せましょう。メーテナ。全然なんか結構取ってくんな。強パンをしたんだけど遅かった。もう興味が湧いてきました。そのメンヘラってのに。おほマジ。
がり全域かもちろん相手の転がりには厳しいですよ。当たり前です。最強の草薙相手に変な釣りなんかしやがって、痛い目見てやる。メーテラグラブルの方で画像は出せますね。いや、さっきの人の方が転がってくるの、この人はたまに転がってくるぐらい、そんなに転がりすぎちゃう。こっちの人よりもさっきの人の方が、こっち、こっちだ。こっち、こっちだ。まあ、ひも客いいっすよね。わかる。なんかキャラ変えた？クリスでいい。わあ、ジョンが出てきた。なんだこいつ。すぐ草薙110番なんだから。うますぎる。相変わらず。順番変えるよ。草薙110番だから順番変える。やだ、あんなマナー悪いから出さないでほしい。激しいな、どのサマーをマジ。命がけでみんな出してくるんだよ。みんなクリスもう一度大事に扱ってくれよ。今日様は惜しみなく出してくる。みんなもうちょっと惜しんでくれ。涼しいな、最後のと気に勘に触ったな。すげえ歩いてやがった。ジョンは本当ダメだな。はい。なんでやってんだこんなの。ちょっと残るか。残った。あ、早い段階。98埋もる。やってないですね、98埋もるは。
ジョン取るかどうかだけ見せろよマジで。あ、ジョンだジョンだからやめた。作戦、あ、そんなにはやんない。今日はもう少ししたら多分終わりにしますんで。なんでそのシューティングナスはステップをやたら使ってくるんだ。ページ使ってこないの？どうした？ジョンに残したいんか。2時か。用意はしたな。されてないんですね。ご回答いただきありがとうございました。はい、ダメだ、今日これが出ない。そんなにむずいわけじゃないんだけど、あっち出ないってことはやっぱり毒神の2段目でねってことは逆横が入ってないんだろうな。オロチアイが出ないのもこれなんか原因な気がする。飛ばさねえから投げる。ソルジャークラス1。その調子だ。はい、どうぞ。嵐の勝利画面を見せつけてくる。私が飛ばそうと思えば飛ばせるんですけどね。グラブル操作してたりめんどくさいなって感じで飛ばしてない。立ちに切り替える。敵技あるとやっぱバンバン撃ってくるな。海外の人っぽいと人は。
食べた横の試合した。もう使ってきた。ああ取れない。下 B が出ない。真下入ってなかったカラキャンしちゃったからかな、このパナシ食らったの持続減っちゃったもんな、カラキャンしちゃったからきっとそのせいなのかもしれない。しなかったらどうなってたかな気になるんで、ガーキャンが早すぎるがゆえに3段目が残ってる。3段目の持続が置いてあるあの超判定の3段目が。持続というか判定が超なんですよね。あ、こっちの勝利ポーズ一瞬で飛ばされた。一方的な勝利、一方的に飛ばされました。そうなの。三段目の、なんか超えてんだ。あーでもなんか、嫉妬、向こう楽しそうに対戦してるかもしれないから、余計ダッシュ入れてつまんなそうな対戦にしたくなってきたな。チェンシュ。何が超えてるの？ 0に行って3段目にてしゃがんでるちょいに当たりますよね。いや、怪しい。当たらないかも。今日は。弱は当たると思うけど、今日は当たらんかも。
なんだよ、すぐ転がったら火事で固める練習にならねえだろうが。このダメージもね、当たる強が弱がどっちの話？三段目。うん、まあその場合当たるなら下は強いってことになるのかね。強いでます。うん、調べないとわからん、本当に正しいのか。まあ、そこが当たってたとしても超えてるのは下だろうか。おみこしか、いいじゃねえかよ。相手しちゃった。 どっちが当たるの？ゼロ2が当たるってこと？楽しそうだから、楽しそうに強サマーとか出されてるのこっち上我慢できないですよ。なんでこんな遅いのに当たるんだろう。くそ、許せねえな。しょうもねえ手を使っちまった。相手も全然警戒してないっぽいしな。ゼロ2は当たる。しゃがんでる強いに。98は強が当たんないんだっけ？なんかそんなのがあった気がする。誰が1番？アンヘルが1番。やっぱアンヘルに K ダッシュ当てに来るよ。K ダッシュにアンヘル当てに来るよ。いけると思ってんだよ。ああ、これタイミングが下手くそ。浅はかなシュートだったかな。両方当たらない。持ってないから調べられんわ。わからん。それよりこいつをつまんなくさせたい。今は。やっぱ対象に入れてくんな、こう海外の人は。
なるほどね。それはそれで一歩いね。ならば。今回は入れてるのが高いですね。おい、何回？あ、ここに。さっきから懲りねえな。ダメだ、懲りねえ。フルコンボ決めても懲りない。まあ、クリス減らねえからな。ハイレベルかわかんないですけど。相手楽しそうにやってるのちょっと許せないからなんとか倒したいんだけど。アンヘル対K ダッシュ。何してたっけ。まあなんか打撃戦にした方がいいのかなって気がするよな。あんま機会がないんでね、こうなんか強いアンヘルってやるの。使いにくいせいでみんな使わないんですけどね、なんか。とにかくガードできないのが嫌ですね。ジャンプが入る。いや、何がオラオラ。潰しちゃ、それとキックで。何パタパタしてんだ。潰しちまうぞ。潰しちまった。なんかちょっとおとなしいと思ったけど、おとなしいと思ったのがダメだった。前日やっちゃったけど。おお、なんだ、立ちガードしてるぞ。こっちの勝利ポーズもゆっくり見てってくれや。飛ばさなかったっすね。らしい。飛ばさなかった。近距離戦しながら転がるポイントをちょっと抑えていこうって感じかな。
バットンぞ。来い。ほら。最強クローバイツ。プレジャーが不足してる。ヤギ飛び側から自分でやるしかないか。はい、届いちゃった。なんか垂直をくぐりたいのか結構走ってくるな。このおかげで。割と当たるんだけど。まあ、エビー飛ばれたのはまあ運がなかったかな。難しいやつ。マイビーのとこだけ飛ばれたかな。まあ、ちょっとマイビーはやっぱ振りが重いからあんま使うべきじゃないな。試させちゃったな、先に。ガーキャン、気をつけんと、そりゃ。投げなしで。ガードできない。ふざけこの調子で。めり込みすぎて当たらないのか、あれ。さすがにあのケースは初めてだったから。ダメ。
十先マンで帰っちゃうのかな、こいつ。あ、帰んない。ああいうのやっぱ許せねえからな、言わさないと。あー、ダメだ、くぐってる、くぐってるのはバレてる。減るよくわからん。技が当たんねえよ、なんかこいつ。こいつ技当たんねえんだけど。そこまでガード、まあ運ゲーのポイントが1個多いもんな。先にこっち落ちたんじゃねえか。弾がすぐ押せてないわ。失敗したの。ピーターヤンヘルよくわかんねえな。この人下とか狙ってるのかな。向こうの逃げるの取れてねえ時あるから、そこはちょっと取らなきゃなって。上げれねえか。いいか、てめえが端、手が端前だ。塩詰まっててくれ。
まあ、そもそもアンヘルっていうキャラ相手に答えを出そうっていうのが無理なのかもしれん。だんだん都合よくなるような展開にしていくしかない。向こうの攻め運ゲーなんだからな、そもそも。段階引かねえな、これ確定。マジか。初期さん、お願いします。ああ、初期さんが、せっかく初期さんが潰してくれたのにちょっと続かなかったな。この野郎歩いて下がりやがったな。中段読みだったか。重なんねえか。言ってんじゃねえ。緊張するね。下何時だったっけ。見事な逆転。これ終わってからですか。入れ込みすぎかな、食らってんの。ほら、どうしてんと。ちゃんとこの野郎立ちガード前ビー警戒してんな。なかなかいいじゃねえか。いい前ビー警戒だな。あ、懲りねえな。いや、その場所でよく出すな。マジやぞ。
勝ち筋、まあ、だんだんいい方に傾けるしかないですね。答えがなさそうだから。投げる。はい。荒髪でいいことが起きる。なんやそら。あれ走んね。レバーが斜めになってる。青の空中くらいでは荒髪は飛び越せまい。焼酎じゃんで。あ、はい。しかしシャンフェイは高い。何度もこの置き攻めを受けて耐えれるかな。恐怖の最強の置き攻めはこれなのだ。私の持論なんですけど、これ返せるのアテナぐらいしかいないかな。いやー、この人には悪いんだけど、ちょっと時間があんまりねえんだな。はい、きなこ。いや別にいいよ、どんどん出してくれよ。誰と戦うんだ。シャンフェイが大将に。シャンフェイがダメだと思って下げたのか、この下げ方は。あ、その脊髄前転も、あれ前転が出ない。取らないといけないんだよな。からコロコロ転がり合ってボンサみたいな。あれ取ったらもう終わりやな、このひなこは。もうなんか愛の先端ぐらいの距離から脊髄前転出てきてるから。これだけはなんか見てるっぽいな。と安い。相手のキャラクターは珍しいですが、強いキャラクターです。地上ひなこね。ちょっと安かったから残っちゃったな。でも難しいんだよな今日のコンボ。安い。やってきたか。私のこの草薙京を脅威に思ってくれたか。やっと。こっちが違う。やめろ。アルファやめろ。取った。NC なんかで全然取れた。好転か。こんな弱い NC で。全攻点取るのには非常に向いてない。はい、もうなんだ、前入れてよ。ダメ、ちょっと離れて重ねていくから。マックス当て身のないアンヘルはとりあえずガードするしかないだろうよ。敵投げがちょっと臭いかなってところ。
9時か、9時40分。やめんなよ。ファイヤー。うん、最強。最強の超ガードクラッシュ。ひなこ戦はアンヘル戦よりかはやっぱやってるから、やってたから。まあわかるわね。どうだ、相手つまんなくなってきたかな。時さん助けて。しまった、うわ、しまった。あ、満月弾削りに来たのか。うに、なんや。帰ってきたら鬼焼きで終わりだ。生まなきゃよかったな。海逃げする人多いからもうなんかね、癖がついちゃったんですよね。癖になってんだ、鬼焼き逆に入力するの。中央だったら逃げれたかもしれんけど、足じゃあな。時間ないからな、15くらい買ったら終わりにしようかな。マジだからめっちゃ飛びついてくるかと思いきや、意外と話警戒すんの。なんでこれ逆側に鬼焼き出ないんだろう。じゃあ分かってんだけど、ダメだ、今日は舐められる。マジで、あ、全然、もう余裕で全然仕上がるもんね。これでも出してくるか。舐められてる。
ジョンはいいけどアンヘルがちょっとやっぱだるいな。 K ダッシュの嫌な距離、アンヘルが強いところあるから。そも下段無敵技とかも結構あるじゃん。よし、今回は悪いかしい勝利。挑まれた。まあたまには打たないと相手楽させちゃいますからね。お、早いな、繋がってる。ここも1段目出さねえで2段目出してんのか。ゲージ貯めるためかな。なかなかいいとこ気を使ってるけど。マックス落ちないで、ね、遠かったかな。いや、シャンフェイなら入ったと思うんだよな。コマンドが悪かったとしか言えないな。まだやるかい。
はえな今の見てねえなただ放天描くちょっとクソ技だからな、ガード後に反撃ができないような技だから。あ、ダメだ、なんか当たんない斜めに入ってるってば。動きにくい。みんなクリス相手はなんかリバー前大ジャンプからあれやってくるな、踏もうとしてくるな、下段弱いから。何やってんだ、動いてつまってないでぼったってんだ。相手もお願いハードだったから大した手じゃなかったんだけどな。マジでガードできない深プルに対局家だけになってきた。スーラも使ってきたか。そうか、じゃあ小ジャン使わねえとな。このキャラ浮いてるの。下段が当たんねえじゃねえか構え切り替えで浮いてるの。
あ、遠い。ダメだ、舐められてる。歩いて下がっていきやがる。下段とかどうでもいいって感じ、マジ。クリスだからな。強ディレクションっていうのもなくはないけど、スラ発動で下段言わすしかねえか。なんだ今の。相手の最大3アンパ強いですね。なんか知ってる人なんですか。ショキさん助けて。あ、立ち返してる。あ、はい、おめでとう。いいのもらいます。変なメッセージ。なんでバックステップしたんだ。ミスったな。めちゃうまいねんてはるし、アラヒプヨンって有名ですね。そうなんですね。私にはちょっと無名でしたね。知らない人だった。守りがでもなんかちょっとキャラのせいもあるんでしょうけど、雑なのはやっぱ海外の人っぽいですね。守りが。あー今のダメ。恐竜持ち、いや、シャンフェイがたまに恐竜飛ばします。ジョンはためですからね、出せないときは出せないでしょうね。なんで堕落出るんだよ。ダメだ、上半身無敵がダメ。あ、調子乗んな。
まあ今日だからって舐めやがって。あーダメだ、段階比が早くて見てから投げは間に合わねえ。今日舐められますね、アンヘル。結構きちいかな。空振りの距離。神石もともと言ってませんでしたっけ、出なかったのか。ミリチョギしてきた。ヒヒは出すしかないっすね。出すしかない。マスミ誰に当てんだ、K ダッシュか。よいしょ。今日遅くまでやってますね。明日というか今日午前中だからもうそろそろ終わりにしようかと思うんですけどね。なんか相手有名な方らしいです。これ遅いから無理かな。お、なんだ、武器が少し足りてないですね。よいしょ。有名な方らしいからちょっとつまんない試合してもらいたかったんですけど失敗しちゃった。勝利持ち減らしてくれた。有名らしいよ。1-0にあんま触ってないからまあ知らなくても不思議はないんだけど。出かけないといけないんですよね今日。朝10時までゴールデン。もう対戦してるとそもそも今グラブルも触れてない。ビッグ2に確かにまだいるかも。ルイじゃねえんだよ、空振ってんだよ。気持ちよく白山打ちやがって許さん。